こんにちは皆さん、今日はですねアメリカにいた時によくやっていた物価比較というものをやってみたいと思います。近くのスーパーに行って買ってきたものをそのまま紹介するというコーナーです。台湾に来て一度も確かやってないんですけど、その理由がですねこの家キッチンがないんですよ。それで料理動画が作れなくて、以前は料理動画も結構上げていたんですけど、そちらの動画もよかったらここら辺にクリックして見れるようにしておきます。そこででも最近もうちょっとやっぱり自炊しないと外の料理だけだとすごい飽きてきてしたいなと思って、簢単な、火とかを使わないやつから作っていこうかなと思って今日はこういう感じで買い物してきました。それに伴って必要なものを買ってきましたのでご紹介したいと思います。スポンジ、スコッチブライトっていうところのスポンジ2つですね。こういう感じです。スポンジ2つで49元です。日本にすると167円。ちょっとここら辺は日本の価格が全然わかんないんですけど、49元、台湾でいうと1杯の大体ラーメン麺が大体50元ぐらいなので、今台北は大体これプラスがイコール1杯の麺っていう感じです。ナッツバーリンハオっていうスーパーで買ってきたんですけど、これがですね結構お高いです。112元、381元です。なんか台湾のナッツすごい高いですね。なんでかよくわかんないんですけど、でもちょっと質のいいやつを買ったのでかもしれないです。一番安いやつはもうちょっと安いのがあったんですけど、ちょっと怖いなと思って、やっぱ値段がとなものが多いのでそういう感じで買いました。オーガニックの白菜ですね、こちら52元でした。177円、これは安いなと思いました。きゅうりがですね82元、3本入って82元、279円なので1本90円ぐらいですね。高いのか安いのかそんな感じで、続いて有機豆乳ですね。こちらが 450ml 入ってる有機豆乳が35元、119円ですね。豆乳すごい好きなので、この USDA オーガニックに入っているので、僕は結構オーガニック有機栽培で使われているものをよく好んで食べている飲んだりしているので、これは必須です。続いてお水、お水ですね、台湾のお水です。台湾の水、13元、 1.5 リットル入ってて13元ですね、44円。これも安いなと思いました。続いて台湾南部のところで採れたバナナですね、5本入って65元です。5本入って、221円です。こんな感じです。で次こちらですね、こちらも、手作り、一番その場では高かった木綿の豆腐を買ってきました。一番安いやつが10元からあったんですけど、友達に聞いたところ、その豆腐はあまり食べない方がいいよと言われて、本当の豆腐じゃないやつもあるって聞いて、マジかと。でこれは55元のやつで、その豆腐5個分って考えてちょっと高いなと思ったんですけど、健康に行きたいのでこれ55元高いやつ、187円です。中間ぐらいでいいやつがあればよかったんですけど、なかったので、もうとりあえず一番いいやつ買いました。こんな感じです。そしてですね合計がですね、全部でですね463元でした。1574円、いかがだったでしょうか。高いものもあれば安いものもって感じで、人それぞれ考え方はあると思うんですけど、僕がこうパッと買って、ちょっと高いなと思ったのはナッツぐらいですかね。あとのやつはそんなもんかなって。バナナとかは安いんじゃないですかね。221、1本40元ぐらいなので40円ぐらいですね。こんな感じですね。皆さんもしよかったら台湾の物価どうかなって思ってる方、もしよかったらコメント欄の方にどういう感じだったか教えてください。それでは。